OK、こんにちは。こんにちは。阿部コーチと申します。短い時間だけどね、普段インサイドとかインステップとかアウトサイドとかよく使う。うん、で、今日ちょっとね意識したいのはちょっとボールを回転をよりかけて曲がるボールっていうところを、まあ、インフロントだったりアウトフロントだったりとか、まあ、あとはロングキッカー、その辺をちょっと中心にやっていくんで。できたらどんどん次に行くんで、しっかり集中してやってみましょう。OK、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はじめね、より回転っていうところの中で、まずインフロントかで、足のつま先の向きより回転かけたいんだとしたら、やっぱ下からすくいたいっていうところなので、つま先は上向きで、これがだんだんつま先が下に行けば行くほど速いボールに変わる。だから曲がりは小さくなるけど、速くてちょっと曲がる。でこれをだんだん立てていくとね、緩いボールだけど大きく曲がる。で今ちょっと回転をよりかけたいから、緩いボールで構わないから、より外側を擦るイメージ。つま先を立てるってことができてると、これがどんどん遠くなった時でも強いボールで蹴れるから、まずしっかり自分の入り方も、曲げるんだったらしっかり斜めに入る、斜めから入ってしっかりこするイメージね。曲げる側もね、アウトもしっかり立てる。でさっきも低学年の子にも話したんだけど、膝の使い方、膝が伸びてるってことはよりシュートに近い蹴り方になってしまうから、やっぱ強くなっちゃうから、少しスピードダウンさせたいんだったら膝を曲げて、足首あるこのつま先をしっかり上に向けた状態で、この蹴る瞬間はこの状態。感覚ちょっと分かんないことある？大丈夫？ OK、 じゃあ一回トライしてみます。 OK、 OK、 おー、ナイス。今もう入りすぎて、こうよボールの外側をペスリーな、少し、そう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 、ボールがここにあったら、こういうこう擦るイメージね。そしたらより回転が、はい、そう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 。で今の入り方もちょっと斜めに、さらに入ったらもっと回転かかりやすくなると、まっすぐ入るとかかりづらくなる。で こっちから例えばボールが出てきて右にね、展開したいっていうところで、もうちょっとそのぐらいかな、うん、でこっからね、パスをこう出したら狙ってるように。でこうやって突くけど、もらった後も厳しいよね。でもコーチはこっち向いてます。いい。でもアウトサイドが蹴れるんだとしたら、ディフェンスの人はあそこパス出たとこ狙ってるよね。でもここ出すふりして、ここでこうやってアウトで出せれば、あのスペースにつながる。で相手やっぱり騙すっていう作業が必要なんですね。この同じインサイドを蹴る、ね、体の向きでアウトサイドで蹴ることができれば、ね、ここでこう蹴るふりして、こっちうまく使えれば、あそこのスペースにパスが通るっていうことですね。だからこそやっぱりいろんなところで蹴れるようになってくると、やっぱり狙うっていうことができなくなる。そこで、あとはここがもう狙ってますってなって、でもあそこの人にはつなげたい、でもまっすぐ転がしたら狙われてしまうってなった時に、この人には引っかからないけど、だからこれと一緒だよね。その人にはこう出したら狙われてしまう。でもここをちょっとでもこういう回転かければね、その人が狙ってたとしても取れないよね。そういうようにちょっとした、ね、相手のことを考えて、味方もそうだし、取られないようにするにはどういうキックをした方が、ね、いいのかっていうところは考えていかないといけないですね。ただただまっすぐだとやっぱり狙われてしまうよね。その時に回転だったり、味方と、打たしてと受けての、ね、競り合わせで、足元がいいのか、でも一番本来点を取るためにここじゃなくてどこでもらった方がいいね、サッカーって裏だよね、背後だよね。で背後でイメージをお互いに持っといて、ここに出すふりをして、こっちのアウトでこういう風に出せればね、
味方にやりやすい環境を作ってあげられるし、ね、敵も届かない、ね、届きづらい、そういう環境を作るためにもやっぱり種類は持ってきた、ね、やっぱ得意なキックはもちろんあるけど、ね、でもやっぱり、ね、相手を騙すっていうことを考えた時にはアウトサイドも蹴れるようになっておきたいから、だからこそこういうところでちょっとトライしてほしい、ね、今みんな見てるとインフロントはすごい上手い、ね、その中でもやっぱりそういう難しい局面になった時に、ね、やっぱいろんな球種を持ってると、例えばよこの状態でやっぱゲームになるとパスコースがないとかってなるじゃん、ね、でも上もあるし横も通すこともできるじゃない、でそれが正確に蹴れる人だったらプレッシャーは何も感じないんだね、だってここに人が立ってたとしても奥の人につなぐ技術があるから、ね、でもまっすぐインステップとか、ね、シュート性のまっすぐのボールしか蹴れない人だったらもうこの状態だとパスコースがないっていう環境になるよね、まっすぐインサイドしか蹴りませんで、ね、ここで取られちゃうよね、でもこれでちょっとでも曲げることが、ね、できれば、ね、味方にパスは通るし、ね、シュートも同じように曲げることができればキーパーを避けて入ってくれるね、ゴールの中に、そういう状況を作るためにもちょっと頑張ってアウトサイドにトライしてみる、 OK、 はじめ今距離近いじゃない、そしたらそんなに助走いらないから 1,2 歩ぐらいでいいからまず回転をかけて、また待って、まっすぐすぎる、そう素晴らしい、まっすぐ入りすぎちゃったりとか助走が長すぎるとやっぱ強くなって回転もかからなくなるから、そのぐらいの助走で今回転をかける、そうナイス素晴らしい、回転よりかけたいんだったらここ下からこうすくう、つま先を上ね、そんな強く蹴らない、そう、今アウトサイド、まあインフロントも同じことが言えると思うんだけど、やっぱり助走が長くなればなるほどやっぱり重心が前になると足も下がるし体も前行ってるから足振れないよね、ってなってくるとボールが上がらないっていう状況になる、で体が起きるためには少しやっぱり体を起こしておきたい、で軸足の踏み込み方もシュートの時多分つま先から踏んでると思うんだよね、シュートを打つ時ってね、ってなるから前に入りながらこうやって打つと思うんだけど、ね、ボールを上に上げたいってなってきた時はとか遠くへ飛ばしたいってなった時はかかとから着地すると自然と重心って後ろだよね、でそれを起こしながらボールを蹴るから遠くへ飛ばすことができる、ね、まああとは腕の使い、上半身の使い方も大事な、手、特に手を広げて、ね、伸びる、蹴りながら縮めるっていう作業が必要になってくるから、やっぱ飛ばない人っていうのは多分このモーションも多分小さいと思う、でさっきの子にもコーチも足細いと思うんだけど、それでも結局ボールにいかに力をうまく伝えれば遠くへ飛ばせるっていうところもできるから、みんなもそこがね、うまくボールに力を伝えることがこの助走もそうだし、助走、走っていく助走も力に伝えるね、腕を伸ばして縮めるっていう作業も力に伝える、まあ、あとはいかに、まあ、速いボールだったらやっぱりこのね、紐のあたりの硬いところにしっかり当てられるかどうかっていうところも大事になってくるね、で逆に今度は柔らかいボールとかっていうのはさっきもいかに擦れるかっていう、あとは下からすくい上げることができるかで柔らかいボールに変わったりとかするからね、その辺は多分もう蹴り込まないと、ただでもそこをうまくいかなかった時に自分で変えられるかどうか、フォームをね、コーチももう 何回も小さい頃自分の中でどう蹴ったらうまく飛ぶんだろう、正確にいくんだろうっていうのを繰り返したから感覚つかめたけど、みんなもコーチが今こうやってやってくださいって言ったからといってすぐできるわけではないけど、でもね、フォームだったりとか自分のそのね、体勢、姿勢っていうところが良くなれば多少なりとも少しずつ改善はされていくと思うから、ね、そこはちょっと意識しながらやっていってください、じゃあまず1個目ぶあの今ので1個目はボールの下に入れたい、ボールの下で、さっきも話したけど
ボールの下に足を膝を伸ばして入れたいんだけど、軸足がボールに近いと足って入りづらくなるんだよね。だからちょっといつもよりも外に置いて、足がちょっとボールの下に潜るようにイメージしたい。普段シュートとかだったらこう入ってまっすぐドンって振るけど、ちょっと横に置いて下から入れたい。横ね、ちょっと横入れながらで、柔らかいボールでね、OK、そこちょっと意識して、で、ブレ玉の時はいいよ、ここに真横に置いて、で、しっかり足立てて、膝曲げて、硬いとこでまっすぐ押せるよ、OK、ちょっと意識して、2種類やる、OK、はい、蹴り分けるようにね。あ、いいボール、いいボール、そう、いいよ、いいキック。そうそうそう。で、味方にパスを出したいってなった時は、やっぱ柔らかいボールですね。まあ、この下に入れて、足を曲げるなら。でしたら、ボールちょっと上に行くかな。そうそう。やっぱボールを飛ばしたいってなった時に、やっぱ助走をより長くしてしまって、さっきも話したけど、前に重心かかりすぎてしまうと、前向きながらこけると、こうやってもうシュートみたいな感じになっちゃう。ただしっかり体起こしたい。で、横から少し体を起こして、ボールの下潜らせれば、しっかりボールを上に上がってくれるから、そこをしっかり振れるように。今まで飛距離出なかったとしても、この体の重心がどういう状況なのかを自分で把握してほしいから、しっかりね、つま先から入るのか、かかとから入るのかっていうところも含めて、もう一回考え直してトライしてみよう。 OK、 おー、いいボール、いいボール、そう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 、いいですよ。 OK、 やっぱり止まったボールをやっぱり蹴るっていうのはすごく難しいよね。で、そのボールをさらに上に上げるっていうのは難しいんで、より今度は転がってきたボールだったらこちらが楽だと思う。このまま下に入れる、ボールのこの下ね、下にこう入れるとこういう回転かかるよね。下蹴るとこういう回転になると思うんだよね。ってなるとよりボールが上に上がってくるんだよね、回転がかかると。下だけ足止め、振っちゃうとこうなるから、だからしっかり足を止めると確実にボールが正確に飛ばせるから、大きく振ると足が曲がったりとか、足の振り方を間違えちゃうと今みたいなキックになってしまうから、足をしっかり止めたい。で、今みんなだいたい右利きだよね。右利き。この状態でみんな、ここの横への外し方はすごくいい。ね。しかもその中で足元と背中っていうところをちゃんと両方見れてる。素晴らしい。で、意識したいのは今度は守備側。ね。例えば今だったら右だったら、ここでうまいプレー出せてるよね。インフロント右に運んで。で、こっちに行かせないようにするには、どっち行ったって。そうだよな。で、こっちで右足でこう運んでいくと、右足の今度はインフロントが使えなくなる。だから、守備側。左利きの人は逆だね。コーチ今左利きだったとしたら、こっちへ運んだら自由にやられてしまうんだったら、こういう状態作って、こっちへ運ばせたら、インフロントとかは使いづらい。ってなった時に、さっき練習したアウトとかができないんであれば、こう運んで、アウトがコーチ蹴れませんってなったら、
一番良くて横、ね、でパスコースがもうこっち出すのがこ、ね、蹴れないってなったらもう下げるしかなくなる。そういう環境をちょっと作っておく、守備になった時に両チームね。で右利きの人は右側に運ばせないために逆側を切って、ね、アウトしか蹴れない環境を作ってる。でそうなった時にそこをちゃんとトライできるかっていうところを見たいじゃん。お疲れ様でした。まあ今日ねベースとしてまずキックっていうところの種類、なかなかそういううまいことみんなドリブルもうまいから抜け切っちゃうと別にインサイドとかでもできちゃうんだよね。でもなかなか1対1の環境の中で抜かしてもらえないってなると結局前向いてプレーできなくなるんですね。横にさっき話したように横にしか運べなくなった時にやっぱりいろんな選択を持ちたい。でさっき話したように右利きの人は右に持てた時はインサイドとかインフロントとか蹴れるから前線には出せるけど、逆に今度左側に持った時には、ね、アウトサイドとか蹴れないと前にパス出せないから、でもチャンスがあったら出したいよね、点取りたいもんってなった時にやっぱり蹴れてる方が圧倒的に有利だし、まあもちろん右左両方蹴れれば左足のインサイドとかで出すこともできるけど、ね、そこの精度が上がらないうちはやっぱり自分の利き足でいろんな球種がある方が圧倒的に有利になってくるから、そこは繰り返し、ね、なかなかうまくいかないことも多々あるかもしれないけど、やっぱり繰り返し感覚をつかんでいかないことにはうまくなってくるから、そこは我慢強くトライして、ゲームの中でいろんな足で蹴れた場合に相手の逆を取る、ね、っていうところの中は多分サッカーの本質、相手の逆を取る、フェイントをしっかりそうだよね、相手を騙すっていう作業だよ ね、で相手が頑張ってくるんだったら一緒になってやった方がいいんです。一緒にお付き合いしてガチガチやった方がもちろん戦う上では必要なことだけど、もしかしたら一緒にやらないでこうやって落としてみてるかな、グッと強く踏ん張ってもっともっと来て、こうやって避けられたら相手って力抜けちゃうよね。こういうように全てガチガチやる必要はないんだよね。相手が取りに来たところをちょっとでも避けることができれば、ね、相手をかわすことって簡単になるかもしれないし、ね、全てが 100% でやりつつも相手をちゃんと見ながらサッカーできれば、頑張るところと抜くところ、そこの使い分けさえできればもっと簡単に もしかしたら相手を抜くことができるかもしれないし、簡単にシュートが入るかもしれない。思いっきりシュートを打たなくてもさっきみたいな回転かけたコースを狙うだけでももしかしたらでかいキーパーも取れないかもしれない。でそういうようにちゃんとね考えてサッカーやることが大事なんで、みんなもねあのキックを取り、今日はキックを通してだけど、ね、いろんなことも考えながらやって相手を騙すってことをね初めに考えれば多分いろんな発想も生まれてくると思うんで、ね、上目指してプロ目指して頑張ってトライしてみてください。はい、質問ある人。あの現役だった時に試合になった時に一番意識してたことは、うちはやっぱりキックが得意だったんで、で中盤の選手だったから、ね、いかに味方にやりやすいボールを出してあげられるかっていう、でそこの中で足元に出すべきなのか味方のスピードを殺さないために少しスペースに出してあげるのかっていうところの使い方、あとはディフェンスだよね。ディフェンスが、ね、こっちから取りきてるんだったら回転をかけて、ね、相手の動きの逆へ出せるような回転をかけてあげるとか、こうやって味方がいかにこうやりやすいボールを出してあげられるかっていうのを自分の中でテーマになってやったかな。だからまあ点を取ることよりもこうアシストを取ることの方が快感だったんだけど、だからそこの、ね、自分がこう試合になっていい状態でパスを出すためにはやっぱりマークを剥がさなきゃ、だからそこもだからどうやったら簡単に剥がれるか、抜くことができるか、フリーになれるか、そこをねもっと考えながらを楽に。今自分もボランチやってて、その上でやっぱ裏を見すぎて、うん、目の前で引っかかったりとかするんですけど、そういうのってどうしたらいいですか。そのやっぱり球種を増やすことだよね、まずはね。だからあとは自分の道がちゃんとできてるかどうか、ここから多分長いボール出そうと思って、ね、使っちゃうね。
ってなったらインフロントで蹴るのか、それでもぶつかりそうだったらコーチは左だから横へちょっとずらして、近づいてしまったらより相手とぶつかる確率が上がってしまうから、ね、横へ運んで近づかないようにして、でこっから遠くへ蹴れる、ボールの置き場所、ね、それがやっぱりあまりにも分かりやすかったら対応されてしまうから、やっぱさっき言った騙すっていうところでこっち行くふりしてこっちへ運んで逆へ蹴る、そういうように前に攻めたいけど、だからといって長いボール蹴ろうとしたら見つかるんだったら近づかないようにボールを運ぶっていうことが大事ですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりこう自分が普段蹴ってる蹴り方っていうところはみんなやっぱりできるんだけど、なかなかやっぱりまだこうゲームの中でもその蹴らざるを得ない環境っていうのがなかなか今日生まれてこなかったので、あの試合の中でアウトサイドを使うっていうシーンは少なかったんですけど、まあ、これから多分、まあ、学年が上がったりだとか対戦する相手のレベルが上がっていった時にやっぱりなかなか1対1で抜かしてもらえないっていう環境になった時に、やっぱりもう横にしか運べなくなったら、ね、やっぱりどの足で蹴らなきゃいけないのかっていうシーンが生まれてきた時に初めて多分今日やったことが生きてくると思うので、またこれからこう普段蹴りやすいボールだけではなく、そういう一個先ちょっと先のために今からちょっとずつ練習して、あの、まあ、左右蹴れるようにもしたいし、インサイドアウトサイドも遜色なく蹴れるようになるともう本当にプレーの幅が広がると思うので、これからも頑張ってほしいなと思います。